皆さんこんにちは、花城ココアです。いやービールがね、一段と美味しくなる季節になりましたね。ということで今日はビールに合うダージーパイを作って食べていこうと思います。ダージーパイっていうのは台湾の屋台グルメで、こんなに大きくて薄くてパリパリの美味しいチキンなんですよね。やはりね、ビールに合うのは鶏肉っていうことでね、今日は鶏を揚げていきたいと思います。ちなみに今飲んでるビールはこちら、札幌クラシックの春の香り2024年バージョンでございます。あー美味しい。それでは早速飲みながら作っていきましょう。あ、今更だけど乾杯。あー、ココチューブ。ではまず胸肉を切っていきます。これは声優のネットスーパーで買いました。東北産若鶏だって。ジーパイを初めて食べた時は胸肉って気づかないぐらいジューシーだったんですよね。基本的にね、ジーパイは胸肉で作るみたいなんで、今回も胸肉使っていきます。胸肉はいいですよ、だってヘルシーだからね。私はね、皮付きのままやっていきます。真ん中に切り込みを入れて、これね、観音開きにしていきます。食べたことある方はね、わかると思うんですけど、ジーパイってね、すごいね、薄いんですよ。なので薄くするためにね、このように開いていきます。胸肉ってさ、安いしいいですよね。家計に優しいわ。そして何よりもさ、ヘルシーですから。一番私にね、無縁な言葉に聞こえるでしょうけど、大事よ、ヘルシーって。あとちっちゃいのもありましたね。ちっちゃいのもじゃあ使っていきますか。今日使ってるこの胸肉は1キロなんですよね。だから1キロで合わせるようにね、ちょっと小さめのも入ってましたね。なんでちっちゃめのジーパイも作っていきます。ちっちゃいっつっても大きいよね。このちっちゃいのは旦那くんの夜ご飯にしよう。そうしよう。はい、そしたら開いた鶏肉を置いて、上からラップ。そしてね、さらにね、伸ばしていきたいんで、綿棒で叩いていきます。薄く薄くね。ジーパイと言ったら薄いのが特徴なのでね、頑張って叩いていきます。いやー、いい運動になりますわ。食べる前のいい運動、いいんじゃない。はい、じゃあ他のお肉も頑張って伸ばしていきます。はい、薄く伸ばし終えました。いい感じ。そしたら次は鶏胸肉をつける漬け汁を作っていきます。醤油を大さじ4、みりんを大さじ2、鶏ガラスープの素を大さじ1、ネギニンニク生姜チューブを大さじ1、シナモンパウダーを3振り、ウーシャンフェンを小さじ1。このね、ウーシャンフェンってやつね、入れるとね、マジで本格的な味になるの。ただね、あんまりこれ使い道がないから、このためにね、買うのはめんどくさいから、そういう時はこういうね、カレー粉を使ってもいいかもしれない。まあそもそもね、ウーシャンフェンの中にシナモンと山椒とグローブとチンピが入ってるから、さっき入れたシナモンもね、別に入れなくてもいいんですよね。そしてね、これもね、別にね、ウーシャンフェン入れてたら入れなくてもいいんですけど、ナツメグ、これも入れます。やっぱスパイシーな味の方が美味しいからね。あ、そうだそうだ、忘れてた、調理酒も入れます。調理酒は大さじ2。私はね、胡椒が好きなので、胡椒も入れておきます。うん、すごいスパイスの香り。じゃあこれ混ぜます。普段ね、料理を作ってる時にはね、嗅がないね、すごいスパイシーな香り。カレーを作る時のスパイスともちょっと違うんだよね。なんて言うんだろう、独特なアジアの香りですね。先ほどね、切った鶏肉にかけます。えぇーうえぇー、一気にかけちゃえ。それではそれでは、ソースに浸からせたいので、ちょっとこの中でね、揉み込むというか、味を鶏肉に染み込ませてね、いきます。そうしたらば、これ一回ね、漬け込むために寝かしておきます。だいたい15分ぐらい寝かしておこうかな。オッケー。じゃあ今ね、こっちでね、寝かせているので、その間はちょっと休憩しますか。改めて乾杯。今日のおつまみはこちら、クリームチーズ。皆さんがこの動画見てるときはもうね、ゴールデンウィーク終わってると思うんですけど、絶賛ゴールデンウィーク中なんですよね。この間やった質問コーナーでもね、答えられなかったんだけど、ゴールデンウィークは何をして過ごしますかみたいな質問があったんですよ。ゴールデンウィークはね、この通り、いつも通りですわ。なんかわざわざどっかに行ったりしない。美味しい。もし仕事がカレンダー通りのお仕事とかだったら行くかもしれないけど、私は結構時間の融通が効くから、混んでる時に行かなくていいかなって思って、いわゆる大型連休とかの時にはどっかに行ったりとかしないです。だからこの1週間ね、どこに行くこともないですね。いつも通りない。よいしょ、もう1本開けるか。ケピ
メインのねジーパイ食べられなくなっても嫌だからあんまり飲まないようにしよう。うん、じゃあそろそろチキンもね漬け込めたと思うので再開しますか。よっこらしょっと。揚げるようにね卵を準備します。うん、3個ぐらい必要かな。結構使うんだよね卵。これを混ぜていきます。そうしたらもう1個のお皿には片栗粉、あとねコーンスターチ、これも入れます。コーンスターチ入れるとねパリッパリになるんですよ。韓国チキンとかをね作る時もねコーンスターチ使ってますね。漬けといたチキンを卵にくぐらせますね。こっちの粉にダイブ、たっぷりとねまぶしていきます。よいしょ。毎度ね揚げ物をすると粉まみれになってキッチンがめちゃくちゃ汚れるんですが、もう割り切ります。もう汚れることをね割り切っていかないと揚げ物なんてできない。だからもう今日もね割り切って豪快にやっていきます。 OK、 いいんじゃないかな。だいぶ結構私今回たくさん粉用意したかなと思ったんだけど、思ったよりも粉使いますね。だから先にたくさん粉準備しておいた方がいいかも。まあ、こんなもんでしょうか。はい。そしてね、旦那くんの夜ご飯用のね、ちっちゃいやつも作っていきます。よーし、オッケー。料理ってさ、楽しいんだけどさ、掃除とか片付けが大変よね。料理の7割は片付けだと思ってるわ。はい、ではそしたら米油を入れます。今回ね、揚げ焼きにしていくので、結構使えます。こちらももったいぶらずにね、豪快に使っていきましょう。もったいぶると料理って失敗しますから。では、温めていきます。お、いい感じ。では揚げていきます。なんていい香りなんだ。いい感じ。ではしばらく米油に浸ったチキンの音をお楽しみください。よりカリッとさせたいので二度揚げするので一回火が通ったら出しちゃいます。二度揚げしていきます。カリッとね。二度揚げはこんなもんで OK。 ココチューブ。はい、ということでやっとこざっとこ完成しました。ラージいっぱいです。それでは何度目か忘れましたけど乾杯。あー、いただきます。もう手でいっちゃいます。うーん、うんうん、おー、鶏むね肉とは思えないぐらいジューシー。これはすごい本格的な味だ。スパイスがめちゃくちゃ効いてる。唐揚げとは全然違うし、鶏むね肉なのにパサつき感がなくてすっごくジューシー。うん、最高。うん、もう一本飲むか。次は金麦そば。KP
味しい。うん、発泡酒ってことなんだけど、レモンの香りとホップの香りが効いてて、なんかホップ&レモンサワーって感じ。私ジーパイって一時期ウーバーイーツでね、結構ね頼んでたんですよね。最近はあんまり食べてなかったから久しぶりに食べたわ。めっちゃくちゃ美味しい。これは完全にヘルシーだわ。だって鶏胸肉でしょ、米油でしょ、ヘルシーヘルシー。個人的にはね、もうちょっとシナモン入れても良かったかもしれない。すごい本格的な味はするんだけど、もっと入れた方がより本格的になりそう。さっき私さ、ゴールデンウィークは何も予定がないって言ったけど、これがいい思い出になりましたわ。最高の思い出。例えばジーパイってさ、よくインフルエンサーの方が私の顔よりも大きいみたいにやってるじゃないですか。残念ながらね、私の顔よりはちっちゃい。でも確かにこれぐらいの顔の女の子とか全然いる。じゃああと1個。これさ、普通に食べてもいいんだけど、よくジーパイとか頼む時ってさ、プレーン味の他にいろんな味があるじゃないですか。その中でね、私がよく頼んでたのがチーズ味のダージーパイなんですよ。だから今日もね、これをねチーズまみれにしていこうかなって思う。じゃーん、パルメザン、これをかける。うわー、真っ白にしちゃいます。真っ白に。いいねいいね。ではでは。すごい美味しい。今回さ、割と本格的な味ではあるんだけど、もうちょっとシナモン入れた方がいいかなと思ったんですよ。でもチーズをかけるならこれぐらいの癖のなさの方が合うかも。めちゃくちゃ美味しいです。うん、もっとかけたい。おいチーズ。うんうんうん、なんかだんだん顔赤くなってきたな。これは酔いで顔が赤くなってきたのか、単純に熱くて赤くなってきたのかわかんないけど、顔が赤くなってきた。そういえば見てください、今日の髪型めっちゃウケない？やっと髪の毛が伸びて結べるようになりました。まあ1個で結んでもよかったんだけどね、なんとなく気分で2個に結んじゃった。そしたらなんか幼稚園生みたいになっちゃった。年替えもなくツインテール。今回ね、これ作った時に結構薄めに作ったつもりであったんだけど、もっと薄くしてもいいかも。そしてもっとね、衣つけてもいいかもしれないですね。市販のジーパイはもっとね薄い気がするもん。うん、まあこれはこれで美味しいんですけどね。レシピだとお子さんでも美味しく食べられるレシピなんですよ。だけど大人が食べる時とか辛いのが好きな方はね、これに唐辛子を入れてもいいかもしれないですね。私でもね、もうちょっと辛み欲しいなって思うぐらいだから、ちょっとね唐辛子入れてもいいかも。最後までパリッパリ。あー美味しかった。ごちそうさまでした。ここチューブ。はい、ということで今日はジーパイを作って食べてみました。ゴールデンウィーク何も予定なかったんですけども、すっごいいい時間を過ごすことができました。皆さんはゴールデンウィークどこか行きましたか？よかったらコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。どっちゃりレイドがペラかな。これはなモテると思ったの。
ばらく動きたくない。